ショーフリースタイル TV。 薬物はやめろ、投票に来たぞ、期日前投票、沢田亮に一票。はい、皆様こんにちは、ショーです。まあ、明日ね、7月の21日が、まあ、選挙のね投票日ということで、まあ、今日ね、まあ、明日ちょっと僕今日の夜から名古屋行って、明日多分ねもう戻ってこれないと思うんで、今日ね期日前投票に来たんですけど、はい、今市役所にね来て、でまあ期日前投票する前に、まあ、少しね今回の件を、まあ、自分の方で全然やっぱこう自分の思いとか、こうまあ街宣車の上で、まあ、薬物はやめろやってからこう自分の思いみたいなものを、まあ、話してこなかったし、別にまあアーティストだからねメッセージだけな部分もあるんで、だから今日ねこんな形で期日前投票するということで、まあ、自分のねこの投票に対する気持ちだったりとか、まあ、その辺を少しね話したなと思い、まあ、今日はねこんな感じで動画の方を撮ってます。はい、なんかまずねそうですね、なんか少し変わり始めたのかなって、うん、何かって言ったら、うん、なんか時代、なんか令和に入って、そうですよね、令和に入って何かこう、まあ、僕ね令和っていう新曲も出して、なんかこう少し時代の進化を感じてます。それはなんかこうなんだ、今回ね面白い出会いっていうか、なんていうか、僕もなんかこうよりね変えられるんだなっていう、こう自分で自分を変えられるんだなっていうか、自分の未来すらももっともっとねでかく変えていけるなっていう可能性もすごく感じてますね。はい、で今回ね僕は澤田亮さんにね一票入れたいと思います。日本維新の会の澤田亮さんに一票入れたいと思います。はい、でなんで今回ねこう一票入れようかなって思ったかっていうと、まあ、多分この僕のね動画をこう追って見てる人たちはもう分かると思うんですけど、まあ、最初ね僕のまあ YouTube の動画で、本当にまあ僕はメッセージ伝えなきゃいけないし、なんか本当にこうゲリラで、そう、まあ本当に警察捕まる覚悟でやった企画なんで、企画だからこそ、まあ、動画の前にもね皆様YouTuber の方たちとかアーティストだったら絶対真似しないでくださいっていうねことを言ってからね動画撮影してると思うんですけど、もうあれはもうここで決めてないですよね。もう俺警察捕まってもいいやっていう、でもどうしてもそれよりも俺はメッセージをしっかりとね世界中でこのメッセージをアーティストとして伝えなきゃなっていう部分の方が勝ったっていうか、だからもう心を決めてやったんですけど、でまあ隙を見てね街宣車の上でライブをライブっていうか、まあ、薬ブーツをやるのはね、まあラッパーなんで単発的なフレーズが結構多いんで、もうそれをね突発的に叫んだっていう、はいって形なんですけど、でその後やっぱり止められて、まあもうちょっとね最初から歌いたかったですけど、やっぱ止められて、まあ、仕方ないですよねそれは。でもまあちゃんとした僕のこう自分の音楽で言いたいことをねしっかり場で放つたっていう部分で、その後やっぱ警察官も来られて、あでもこれはもう間今日は一日中警察で事情聴取だなって思ったんですけど、なんかね澤田亮さんがその後いらしてくれて、なんかその場をうまくねこうやっていただいて、でまさかの展開でその後じゃあしっかりした場を設けるんで大宮東口でじゃあ街宣車の上から薬物はやめろをね最後までね歌い切る
そういう場を設けるんで、そこでしっかりじゃあ、あのメッセージをこう歌い切ってくださいみたいなことを、ね、言ってくれて、で俺は、まあ、それはありがたいけれど、それも本当なのかなって思ったんで、あのマジで行きますよ、マジで行きますよってあの動画でも連呼してるんですけど、なんですけど本当にやっぱりそういう場を設けてくれたっていうか、まあ、それはなんかあの僕にとってなんかすごい感謝しなきゃいけないなっていう。でやっぱりその埼玉の方々でもあの薬ブーツはやめろの曲をあのやっぱ生で聞きたい人はすごく多かったと思うんですよね。それはなんか僕がこう普段 YouTube だったり Twitter だったりまたこう、まあ、ライブとかいろんな場所してて、やっぱなかなかねこう昼間にあの誰でもね参加できるようなイベントとかもやっぱりこう少ない中で、ああいう場をねこう作ってくれたっていうのは、またあんなこうやっぱりこう選挙のね街宣車ぐらいしかね、やっぱあんなでかい音であの駅前流せるね許可なんてなかなか多分ほぼ降りないと思うんで、だから本当僕にとってもね、ああいう場でしっかりあのメッセージを放てるっていうね、あの場を設けてくれたのはめちゃめちゃ感謝だなっていう部分ですね。でまあそれからまあ正してもらえるってことだったんで、僕なりにねちょっともう全く分かんなかったんで、沢田亮さんのことが、ただその場のなんていうんだ、その判断力、決断力、そしてそこまで持っていってくれた実行力、まあいろんな手続きがあったと思うんですよね。警察に許可取ったり、あの場でなんかやるにはやっぱ人なんかもね当然溢れ返る可能性もあったわけですから、まあ溢れ返ったんですけど、皆さんのおかげです。それは来てくれた皆さんのおかげです。あのいろいろなんかその手続きもそのやるまでにやっていただいたみたいで、だから本当にその今挙げた3つですよね、判断力、まあ、決断力か、そして実行力ですよね。でプラスやっぱちょっとさすがに沢田亮さんのことを僕も知らないといけないなって部分で、あのいろいろ動画とかを見させてもらったんですよね。あの、まあ、ゲリラでやってちょっと大変なことになりましたけど、あの後に、でもあれは本当に僕もあの、まあ、決してね真似はで皆さんしないでくださいってことをやってるんで、まあ、この場を設けてあの謝罪したいと思います。本当にねあの皆様あのすいませんでした、あの迷惑の方、まあねあのいきなりあんな風に叫ばれて、あのいろんな方々から迷惑を受けたと思うんで、あのそこに関しては謝罪します。本当に皆様すいませんでした。はい、でちょっと今謝罪入っちゃいましたけど、で話を戻してあの調べたんですよね。でまあ僕に関してはその日本のねその政治、まあ、日本例えば消費税だったりとか、うん、じゃあその教育のね無償化だったりとか、まあ、そういうことはね僕はちょっと話そうとは思わないんですけど、それはねあの今後ね政治家さんたちがそこをねしっかりどうやってやっていくのかっていう部分だと思うので、あの、まあ、僕がねこう単純にこう純粋に見た時になんかすごい努力家だなと思ったんですよね。その、まあ、選挙期間中だけのねその動きだけですけど、僕が見させていただいたのは、だけどやっぱりその朝から晩まではねこう路上でねその皆様にこうビラを撒いたりとか、あの沢田亮です、よろしくお願いします、日本維新の会の沢田亮です、一人一人挨拶したりとか、あとそので合間に演説をいろんなところでやったりとか、で挨拶周りをいろんなところでやってたりとか、ポスター貼るのもそうですし、で演説終わった後ね、例えばそのおじいちゃんおばあちゃんとかこう見てるんですけど、そのおじいちゃんおばあちゃんになんかこう多分僕のあの動画にもちょっと映ってたと思うんですけど、その隙が出てる時おじいちゃんおばあちゃんにもこう一人一人大切にねこうビラを渡してあの自己紹介をしてやってて、だからそれはね普通の多分あのいろんな政治家さんがやってることなんで、だその後ですよね、その後に終わった後にその例えば休憩時間とかで SNS とかアップしたりとかしてるっていうのもそうだったんですけど、その後終わったら多分こうご自宅ですかに帰られた、事務所なんかちょっと僕は分かんないんですけど、あの終わった後も
ツイッターの更新だったりツイキャスやったり、あとはその YouTube ですよね。 YouTube でなんかこう YouTube でも本当にその皆様にそのなんかなんだろう、こう熱くね、熱い思いを、国民の皆様に対しての熱い思いをなんか話してるみたいな、うん、っていうのをねこう見てて、なんかその僕とのフィールドは違えど、なんかすごいこう新しいことをやってんなと思ったんですよね。なんかこう演説やって、その後終わった後インターネットでもしっかりこうプロモーションじゃないのかな、なんかこうしっかりこう意見をね皆さんに伝えてみたいな。でなんかこう当然だからこう人と変わったことをしてるんで、当然多分あのバッシングなんかも非常にあるんじゃないのかなって思ったんですけど、ただこうなんかこう自分と照らし合わせた時に、なんか僕もやっぱラッパーで、あの7年ほど前から、まあ YouTube 自体はね12年ぐらい前からね僕は始めてたんですけど、ただ僕は別にそのラッパーとして、あの普段クラブでライブしたりとか、あのそうですよね、お客さんいっぱい集めたりとか、普段うん、まあ路上にいる時間も非常に長かったりとかで、ただこう時間の有効活用しなきゃいけないなってことで、うん、こうストリートプロモーションプラスなんかネットなんかもなって思って、こう手軽に YouTube ってものがあったんで、まあ、iPhone でねそのこと撮って、どん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 なんかフリースタイルなんかを毎日ように、多分これ昔から僕のショーフリースタイル TV 見てる人たちはわかると思うんですけど、あのすいませんね、今日ちょっと長く話して、今日の話は長くなるんで、長いなと思ったらね、あの申し訳ないです。でも最後まで聞いてください。あのこう毎日にフリースタイルラップをやってて、でみんなからね、何あいつラッパーなのになんでこう何あのね YouTube なんか上げて、あいつ YouTuber なのみたいな感じでバカにされたこともあったんですよね。だけどそのじゃあバカにしてるやつらよりも、でもその曲だってラッパーとして曲も出してきてるし、あのじゃあ路上に立ってる時間もね、じゃあそいつらよりも短いかって言ったら僕長いと思うんですよね、路上に立ってる時間も、うん、プラスアルファネットをやったっていう、うん、なんかそれがなんか今回のその澤田さんのこの選挙活動始まってからしか僕分かんないですよ。その動きを見ててなんかすごいいい刺激をもらったんですよね。で僕はなんでそういうことやったかって言ったら、あの僕はメジャーのアーティストじゃないんで、インディーズなんですよね。だからこう何もしなくても CD が売れる、何もしなくてもあのヒットを埋めるっていう状況じゃなくて、あのもう自分からアクションを動かしていかなきゃいけないし、誰もやってないようなことをね、こう本当にこうアイディアをね形にしていくっていう、そういうことをやっていかないと結果を残せない、もう音楽続けられない。だいくらいい曲作っても、昔の曲聴いてもらえば分かると思うんですけど、本当にあのいい曲出してきてると思います、自分でも。これ、あの、うん。だけど、売れてないです、はっきり言って。それはやっぱりこう、うん。やっぱそれが現実なんですよね。なんだけど、その中でじゃあどうしたらいいのかって、じゃあ今の自分を本気で変えようと思って、それで、路上、プロモーションプラスじゃあインターネットも使って、とにかくそのメジャーのアーティストがやらないことを俺はやって、で誰から何を言われようが、俺はそのやっぱヒップホップが大好きだし、ヒップホップが自分を救ってくれたんで、やっぱこうアスリートで怪我して、まあ若い時にね父も亡くして、本当に大変な時期にやっぱりその2パックが、すいませんね今日はね2パックの T シャツ着ないですけど、はい、あの本当にあの救ってくれたっていうことがあって、でだから俺は本当に今ラッパーとして、うん、あのいや本当に好きなんですよね、ヒップホップが純粋に、 R&B もそう、やっぱりこう人々にこうなんだろうね、ポジティブなエネルギーを与えられるっていう部分がすごい好きで、もちろんかっこいいっていうのもありますよ、夢があるし、
はい、ヒットすればめちゃめちゃ稼げるし、努力したら努力した分だけね結果もついてくるのがヒップホップだと僕は思ってるんで、はい、なんですけどやっぱ僕はインディーズだったんで当たり前のことやってても売れるわけないんですよね。だけど今はもう少し変わったと思うんですよね。そこもインディーズだけど、じゃあ僕がこう新曲を出したらメジャーのアーティストよりもランキングで勝ってたりするんですよ、シングル で。 YouTube にしてもメジャーのねアーティストよりも再生回数多かったりとか、一歩間違えればそういうなんだろう、この前名古屋のねパルコ前でライブやらせてもらったんですけど、メジャーのねアイドルのアーティストよりも翔さん人集まったほうが、翔さんがライブした時の方が人がめちゃめちゃ集まりましたって言ってくれたんですよね。だからそう結局変えられるんですよね。 でそこと今回のね期日前投票のねこの行動にで今回ここで話してるのにもつながるんですけど、結局変えられるんですよね。だから僕が言いたいのは、日本の政治、いや日本の政治はこうだからこうだからって僕は言いたくなくて、で僕はどういうことを言ってるかっていう、俺は政治家にも警察官にもできないことをラッパーとしてやるんだみたいなことをよく言ってたと思うんですけど、僕が結構嫌いなのは、いや日本の政治はこうだからねって言ってるのは良くないなと思って、そうじゃなくて、まあ組織図だったりとか、まあ、勢力図もあるし、もともと決まってるものもあるかもしれないけれど、だけど変えられるんだな。でその今の政治家さんを選んでるのは国民一人一人なんで、要は投票で決まってるわけじゃないですか、議員さん。だからそのなんだろう、結局まあその自分が投票した人が勝った負けた当選した当選しなかったってあると思うんですけど、結果はどうでもいいと思うんですよね。でも変えられるんだっていうのは思ってほしいんですよね。で僕なんで今日ね澤田亮さんに投票しようかなと思ったかっていうと、その選挙活動始まってからしか僕は見てないんですけど、澤田亮さんは多分本気で変えられるんだって思ってると思うんですよね。変えられるんだって思ってなかったら多分この演説終わった後インターネットとか時間寝る間惜しんでね YouTube だったりとかああいうことしないと思うんですよね。で僕も同じようにインディーズだけど俺はメジャーアーティストに勝てるんだと本気で、そう自分自身を変えられるんだと思ってそういう行動をやってきたからこそ、何かこう本当に戦うフィールドは違うけれど、なんか通じるものがあったし、本気で変えるって思ってやってると思うんですよね。だからそこは本当に何だろう、すっごいいい刺激をいただきましたよね。本当にありがとうございます。だからその皆様もそのもしねその日本の政治に文句言うんだったら、皆様がこう決めてる、皆様一人一人が決めてるわけだから、ぜひね投票に文句言うんだったら言った方がいいのかなって。で別にその一票一票、皆様の一票一票で日本は変えられるんですよ、本気で。だから例えばこう自分がねこう投票したいなって思う人の演説なんでそこら中でやってるんで、話を聞きに行けばいいんですよね。でこの人だったら本当になんだろう政治家のための政治ではなくて、政治家が国民のためにもしねこれ動いてくれるんじゃないのかなって思う人多分いると思うんですよね。そういう人たちにね投票するのありなのかなと思いますね。多分今だと、まああんまり政治のことは言いたくないんですけど、今のそのシステムだと、まあちょっとこう僕目線になっちゃうんですけど、本当政治家のための政治家になってると思うんですよ。政治家のための政治。だけど本来はやっぱ国民のための政治じゃないと意味ないと思うんですよ。で政治家さんは本当そういうシステムだから、国民がいろんな不満があると思うんですよね。でここを変えてほしい、ここを変えてほしいとかいろいろあると思うんですよね。でそれをこう例えば憲法改正とかそういうねいろんなことをねする人たちは本当にこうトップの人たちなんで、政治のみんなね別にじゃあ政治家だから偉いかとか、じゃあ政治家じゃないから偉くないかとか、そういうことは別に一切抜いたとしてないと思うんで、皆さん一人一人がねホームレスだろうがそうですよね、有名な人だろうが皆さん人なので、本当にそこは
皆さん一人一人がね誇りを持ってそこに自信を持ってれば全然僕は問題ないと思ってるんで、まあそういうことを言ってるんじゃなくて、なんだろう、本当にみんな一人一人の意識の問題で別に変えられるっていう、はい、まあなんかめちゃめちゃねちょっと最後ね熱くなって話しちゃいましたけど、ということでね今日はね投票に来たので、はい、期日前投票ですけど今から行きたいと思います。ということで、はい、行ってまいります。あ、でちょっとね終わりが悪いんであれなんですけど、まあ、最後にね伝えたいのは、本気でなんかこうどこかに向かって本気になってる人っていうのは、何をやっててもめちゃめちゃかっこいいなっていうのは、それは本当に僕思いました。だから沢田亮さんもね本当にそこに向けて本気で戦ってる姿を見てね本気で僕もかっこいいなと思いました。はい、ということで投票行ってきたいと思います。かいちゃん、つぶちゃん、かいちゃん、つぶちゃん、あ、こんにちは。あ、期日前投票に来たんですけど、はい、こちらでいいですか。はい、どうぞ。はい、お願いします。こちらですね。はい、少々お待ちいただいて、忘れていただきますけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、ということで今日はね今、はい、期日前投票行ってきました。まあ、結果はどうであれね、そうですね、僕自身も今回はねなんかこうなんだろう、ある意味なんかこうやりきった感ありますね。はい、これからもねラッパーとして全世界にヤバいアートをね、最後このマイク平和な声耳元ささやき、 It's time Google 渋谷の街でも Google It's time Google Show Freestyle TV